八津橋ショッピングセンターは、秋田県は秋田市八津橋大道東にあるショッピングセンター。秋田市に本社を置くスーパーの丸台とサンデーが共同で管理、運営をしている。愛称はパブリ、またはショッピングセンターパブリ。秋田市八津橋の帝国石油秋田工業所の敷地の一部を利用して丸台とサンデーが共同で開発したのが、 八津橋ショッピングセンターである。丸大八橋店とサンデー秋田八橋店を各店舗として、秋田県で唯一の店舗である、文京道書店、秋田県での第一号店にあたる美本亭や米田、コーヒー店、利用カット A などが単独店舗で並んでいる。2009年3月5日に、ユニクロの秋田市第一号店、ユニクロ秋田八津橋店が閉店。翌日の三月六日に、 秋田市原島一丁目の国道13号沿いに新築移転しユニクロ秋田原島店としてオープン。ユニクロ秋田八橋店はフットパーク八橋店を運営する株リテーリングがファミリー向けカジュアル医療ブランド GU の秋田県第1号店 GU 秋田八橋店として3月20日にオープンした。愛称のパプリは八橋の八、パと橋から名付け パブリックの意味も持つ。当ショッピングセンターの敷地は半田園円型をしているが、もともとは1914年から開催された秋田建築産組合主催の八津橋競馬場の跡地である。1939年の群馬資源保護法の交付により廃止。1948年から1955年に、 かけて、秋田競馬場として再開されたものである。ありがとうございます。